してみたいと思います。さあ、どこにうなぎの皮が使われているんでしょうかと言いますと、こちらの給食カラフルなんですけれども、こちらがうなぎの皮を小さく切ってパッチワーク風になっておりますけれども、この商品名プラッツというのはドイツ語でタイルという意味なんです。そのタイルのようなイメージをして使った、オリジナル商品になっております。すごく可愛いでしょ。思う時にはこうやって肩にかけることができるからとっても便利で、私は結構手放せないんです。ご覧とオリジナルの限定商品なんですけれども、さっき詳しくご紹介しましたこちらのオフホワイト、可愛いですよね。明るい感じがしますけれども、それともう一つちょっとシックで大人の女性にっていうこちらの色もございます。そうですね、淡いココア色っていうんですかね。でパッチワークの部分もすごくシックな落ち着いた色になっております。私は、ね、2つ持ってもいいかなって思ってしまうんですけれども、こちらの数も数量限定となっております。ぜひお早めにお買い求めください。